おぉ、ロボットの様子がおかしいよ。でもしかして、バナオくん、起きて。どうしたんすか？え？カシ君、その格好。なぜだかわからないけど、僕たちロボットになっちゃったみたいです。それに僕たち、どこか知らないところに閉じ込められちゃったみたいなんだよ。早く逃げ出さないと。そうだね。何かないかな。マーちゃんが寝てるっすね。あれ？誰か出てきたぞ。ロボットが何かしてるっすよ。大変だ。あれは多分マーちゃんを解剖しようとしてるんだよ。とにかく急いで僕たちはここから出て、マーちゃんを助けないといけない。バレーン。チェストがあるっすよ。お、中には何が入ってるんだろう。パンが入ってる。他に何かないか探してみよう。なんかあるっすよ。ほんとだね。これは何かのロボットかな。この隣のチェスト何が、お、プラズマパワーユニットが入ってる。エネルギーってことなのかな。きっとそうだね。このエネルギーをこのロボットにセットすると、エネルギーチャージ完了。やっぱり動いたぞ。ご主人様、僕にお手伝いできることはないかな。それじゃあ僕たちをこの部屋から出してもらえるかな。任せて。あー、開いたっすね。すごいよこのロボット。それじゃあ僕たちと一緒にあのロボットを倒すのを手伝ってくれない？了解。ばあちゃんを助けに行くぞ。なるー。お、あ、強い強い。女の楽勝さ、すごい頼りになるな。まあちゃん生きてるかな。まあちゃん、まあちゃん起きて。あー、もううるさいのだ。一体何なのだ。まあちゃんの足かっこいいね。バナオくん、ダサいね。めちゃくちゃ言うじゃん、起きたばっかりなのに。僕たちロボットにされたみたいだから、なんとかして元の姿に戻ってこの施設から抜け出さないといけないみたいだよ。そんなの早く行くのだ。どうやったら脱出できるんだろう。僕が説明するよ。この世界は人類が滅亡し、ロボットが支配する世界。君たちは人体実験により少しずつロボットになる薬を飲まされた。元の姿に戻るため、そして元の世界に戻るためには、私メカ丸を完全体にし原始人に戻る薬を飲まなければならない。私を進化させるパーツは全部で3つ。隠されたパーツを探しながら原始人研究所にある薬を手に入れるんだ。原始人って誰のことっすか？この二人は原始人、あなたは宇宙人に分類されている。言いたいことはわかるのだ。でも私はロボットになりたくないね。そうだね、僕たちに残された時間は残り少ないから急いでここから脱出しないと。マリー、何か脱出用のアイテムがないか探してみよう。全然見たことない生き物たちがいるね。これはクリーパー。めちゃくちゃかっこいいね。連れて帰るですか？いらないのだ。二人とも遊んでる場合じゃないよ。とにかく脱出用の何か探さないと。あそこにドアがあるぞ。脱出できるかもしれないのだ。よし、この先は脱出できそうだぞ。行き止まりだね。行き止まり？ん？こっちかな？ん？ここのブロックだけ色が違うな。それにこの天井の穴、一体なんだろう。こっちも行き止まりだったのだ。ちょっと戻って、なんかないか探してみるよ。さっきのロボットが出てきた部屋探してみようよ。テストがいっぱいあるね。中に何か入ってないかな。こっちは何も入ってないよ。お、こっちには棒がたくさん入ってたぞ。そうだ、さっき見つけた天井の穴、あそこを登るために作業台で棒をこうしてこうして、はしごの完成。これで天井に登ればいいんだよ。なるほど、天才だね。それじゃあ戻ってみよう。ここに今作ったはしごをこうやってこうやって、これで上に上がることができるぞ。二人ともついてきて。まるい。ここは一体何だろう。それにこれ何？これに触れると危ないよ。僕についてきて。それじゃあバノ君気をつけて行ってね。まる。体めちゃくちゃ柔らかいな。行くのだ。まーちゃんも気をつけてね。怖いのだ。当たっても大したことなさそうだけどな。とても危険。あ、そうなの。体ちぎれる。あ、それは冗談じゃ済まなそうだ。よし、こうやって進めばいいんだね。なんとかくぐり抜けたぞ。危ないところだったね。よし、出てみるよ。
ん？なんかあるよ。ここは一体どこに出たのだ？なになに？強風注意って書いてあるよ。あ、すごい！うわぁ、何これ？なになに？うわ、すごい！これが僕たちの未来の街なんだ。ああ、こっちに。ん？当たりそうなところがあるよ。ほんとだね。危ないよ、バナオくん。怖いのだ。強風注意って書いてあったから、風に吹かれないように気をつけて。あれ？アスレチックみたいになってるね。俺は落ちたら死んじゃうだろうな。絶対に元の世界に戻るぞ。まるー！えい！よほ！足元気をつけてね。まるー！おっと、危ない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 よー。怖い。よいしょー。よし、無事に到着したぞ。大変です。脱走したことがバレました。まずいことになったね。何か戦えるものを探さないと。お、二人ともあそこにチェストがあるぞ。早速中身を見てみるのだ。何が入ってるんだろうな。お、見たこともない剣が入ってる。二人ともこれを使って。ありがとう。それじゃあ行くぞ。まるで、あ、クリーパーみたいなのがいるっすよ。何か撃ってきてる。気をつけて、バナオくん。まずい。よし、一体撃破。クリーパーなの？二体目撃破。おお、ナイス。三体目を倒したぞ。 ありがとう、カラシー君。なんかすごいアイテム落としたっすね。それってもしかしてメカ丸のカスタムパーツじゃない？その通り、奥にちょうだい。うん、これでいいんすか？メカ丸、様子が怪しいぞ。変形モード。おお、なんかちょっと可愛いな。 GPS モードが追加された。現地人研究所、こっちついてくるのだ。なんか見えてきたっすね。あそこにあるヘリまで移動する。あそこのヘリコプター、建物が違うぞ。本当に大丈夫かな、メカ丸。出てきて。丸、この道を渡って行くんであります。この道って、メカ丸本気で言ってんの？この道を渡るしかない。敵にバレない唯一のルート。怖すぎめ。行くよ。バナオくん、高いところ苦手じゃないの？うん、ワクワクするよね。もうちょっとに着くっすよ。生きた心地しなかった。なんとかつけたのだ。ヘリコプターで移動するんだ。乗っちゃうよ。よし、まーちゃんも乗り込んで。まるー、バナオくん、安全運転でお願いします。まるー、うわー、綺麗。すごいのだ、未来は。見えてきた。どれ？あの赤い建物だ。あれが原始人研究所なの？そう。なんか怪しい建物だね。ここからどうしたらいいの？そこにある階段を降りて行くんだ。どこにある階段？あ、ここのことか。そうだ、この下に薬があるはずだ。なんか僕たちロボット化が進んでるせいか、なんか体がギシギシ言ってきてない？言ってるのだ。なんかあるっすよ。なんか書いてある。薬にするといい花は。ん？どういうことだろう。謎謎。上にもう看板があるのだ。キノコ、チューリップ、菊。なるほど、答えはわかった。え、すごい。うちのおじいちゃんがキノコは何でも治るって言ってたよ。なんか出てきたのだ。あ、正解。石炭。外れだ。違うな。っていうか普通に答えはチューリップなのだ。なんで？チューリップのリップは口、そしてチュー、お姫様は王子様からのキスで何でも治るのだ。めちゃくちゃだな。木炭。どう考えても薬だから薬が効くで、効くが答えなんだよ。ポーションが出てきたぞ。なんだ今の？レーザーブラスター。これってもしかして？それを私にください、ご主人様。やっぱりこれメカ丸のカスタムパーツなんだ。それがあれば私は進化できます。よし、それじゃあメカ丸に頼ん。メカメカメカ。え？ありがとう、変身できました。メカ丸めちゃくちゃかっこいいっすね。急に大成長なのだ。本当にメカ丸なのこれ？うん、僕メカ丸。
めちゃくちゃ強そうだよ。最新っぽい感じだね。この流線形のフォルム、すごい未来的な機械になったな。メカ丸、このポーションって一体何なんだろう。それを飲んだら、きっと君たちの体は戻ると思うよ。これが僕たちを治すポーションなの？うん。まーちゃん、バラー君、それじゃあ飲んでみようよ。まるー、美味しいっすね。頭が軽い。滑らかなこの動き。ジャンプもめちゃくちゃしやすいのだ。人間に戻ることができたぞ。ありがとう、メカ丸。ご主人様、お話があります。というのは？私が最終形態にならないと、あなたたちは元の世界に戻ることはできません。残り一つのパーツを探して、最終形態にしてください。わかったよ、メカ丸。バナオくん、マーちゃん、残り一つのカスタムパーツ、頑張って探そう。まるー。どうしたの？道があるっすよ。え？気づかなかったけど、ほんとだ。下に降りてみるのだ。まるー。でも気をつけてね、どこに続いてるかわからないよって。ここは？なんか、神秘的というか。いやいやいや、めちゃくちゃ怖いのだ。未来的というか。そんなになんか満喫しちゃってるけど、旅行じゃないんだから、帰ろうよ早く。メカ丸わかるの？ここ。ここは封印されし古の地、江戸ハウスと言われている。江戸ハウスなんだか親しみを感じたよ。あ、下まで着いたっすよ。どこまで行ってるの、バナオくん。え？待って待って、危ないんじゃないそれ、バナオくん。ああ！バナオくん、大丈夫？あ、下に池があって、池ぽちゃだね。笑いながら楽しんでるよ。まーちゃん気をつけて降りるんだよ。池ぽちゃ。してくるめー。僕も続くぞ。うわー、怖かったけど。怖かったのだ。バナク余裕だな。エンジョイしたすね。江戸ハウスって、ん？ずいぶんおしゃれ。おしゃれだね。名前と全然一致しないよ。ん？どうしたの、バナク君？チェストがあるよ。どこに？あ、本当だ。中に何が入ってるんだろう。あれ、バケツだよ。なんだ、使えないな。うん、待って待って、一応もしかしたらこの先で何かに使えるかもしれないから、まーちゃん遊んでる場合じゃないぞ。この水を取っておこうよ。まる、メカまる、江戸ハウスって言ってたけど本当にここで合ってるの？センサーがここを感知しています。間違いなくここにあります。しかし危険レベルがかなり高いようなので気をつけてください。こんなに楽しい感じですけどね。いつまで遊んでんだ、バナ君。早く上がるんだ。ばあちゃんが羨ましかったんすよ。よし、それじゃあ先進んでみよう。まる、一体どこに進めばいいのだ。何か怪しいものあるかな。入り口があるよ。ここで合ってるの？ここです。うわ、これってもしかして。これはマグマなのだ。でもあの先に見えるのってもしかしてチェストだ。あの中にきっとメカ丸の最終カスタムパーツが入ってるんだよ。よし、取りに行くよ。危ない危ない、こらこらこら。だからさっき言ったでしょ、こんな時のための水だよ。あとはこのまま突き進むっていうことだね。そういうことです。よし、よし、着いたぞ。それじゃあこのチェストの中開けてみるね。まる、見覚えがあるぞ。これはネザースターだ。これで合ってるんだよね、メカ丸。それで最終形態になれます。どんなになるのか楽しみ。それじゃあメカ丸、最後のカスタムパーツ受け取って。ネザスターチャージ。西への方々、さあ私についてくるのは。いちいち言い方が気になるけどさ、ちょっと待って、これって絶対アイアンゴーレムでしょ、未来のぽいっすよね。細かいことはいいからついてきなさい。わかりました。それじゃあメカ丸について、レッツラゴー。この先に過去への転送装置があります。わかった。それじゃあメカ丸を信じてこの先に進もう。まる、目の前から何か来てるよ。戦車だよ。メカ丸、一体どうするのだ。私にお任せあれ。あー、すごい撃ってるっすね。すごいすごい、やった、道が開けたぞ。メカ丸、ここ海だけど。ここです。ここで待ってください。
メカモリすごいのだ。おいらも大きくなったらロボットになりたい。ありがとうメカ丸、お元気で。サンキュー、また未来で会おうね。オープンズ、サンキュー。はい、ということで無事に元の姿に戻ってお家に帰ることができました。イエーイ。元の姿に戻ってよかったねって思ってくれた子はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして前回の動画最高グッド賞はこちら。こんなコメントくれる君の方が優しいっすよ。なんだかいつも褒められたりしてちょっと恥ずかしいのだ。バナオくん、優しくて面白いだって。優しくしてよ僕にも。私にも。おいらの半分は優しさでできてるって巷じゃ噂っすよ。皮じゃねえか。そしてポッピンズのハートに花丸ズッキュン賞はこちら。おお、一緒に問題考えてくれてるの嬉しいのだ。日本一面白い実況者になりたい俺らにとってはこの言葉が花丸ズッキュン。確かにいつも問題難しいよね。これからも僕たちと一緒に考えてくれると嬉しいな。あれ、バノー君めちゃくちゃ褒められてるじゃん。嫉妬っすか。ということでまた次の動画でバイバイ。バイバイ。個性的っすよね。なんか気持ちよくなってるじゃん。